モンタナズダルコ・マンタナズダーチョは、北アメリカの白亜紀後期カンパニアン紀に生息していた、アズダルコかまたはタッペジャラかに分類される翼竜の属。モンタナズダルコ・ミノル・エムマイナー一種で知られる。1993年に、ケビン・パディアンらによって命名され、1995年に、また同じ記載者によって記載され、2002年に完全な記載がなされた。小型。 中型、大型のアズダルコ類を含む、生物症の地域差を表した、地図模式種は、モンタナズダルコミノルである。俗名は、モンタナ州で発見されたことと、アズダルコ類と考えられたことに由来する。種小名は、近縁のアズダルコ類と比べて、その体サイズが小さいことにちなみ、ラテン語で、より小さいを意味する。ホロタイプモア691は、 ブラックフット族の領土のトゥーメディスン類相上部のサガンでクレイシア軍のロバート・ハーモンによって発見された。地質年代は7400万年前である。その化石はほとんど押しつぶされておらず、デリクレイによる骨の研究によると、生態の特徴を示している。外側の3つの翼の死骨を描く部分的な左の翼、完全な 肩体、潰れた頸椎と二つの下顎の繊維、軟骨結合断片がその特徴として挙げられ、顎に歯はない。被災者は、モンタナズダルコを他のアズダルコ類と比較し、主に同様に長い頸椎を持つことに基づき、アズダルコ科に分類した。大腿骨、頭骨、手根骨の断片からすると、翼階長は2.5メートルと小さかったことが、示唆される。尺骨は、 翼の中手骨よりも長く、アズダルコ科としては、典型的である。しかし最近の研究では、アズダルコ科ではないアズダルコ類、おそらくタッペジャラ科であると、示唆されている。ありがとうございます。